プラン Q フロムベルラブス。通称は、主に研究用に使われている分散オペレーティングシステム。ベル研究所ので1980年代中頃から2002年までユニックスの研究上の後継として開発された。プラン Q は、ネットワークやユーザーインターフェースまで含めたあらゆるシステムインターフェースを個別のインターフェースではなく、ファイルシステムを通して統一的に表現することを 特徴とする。プラン9は Q は QP プロトコルを使い、ユーザーにワークステーションごとに独立した作業環境を提供することを目指している。現在モベル研究所とプラン Q コミュニティによって活発に開発が続いている。プラン Q はユニックスの流れを組むオペレーティングシステム OS の一種であり、開発にあたってユニックスの設計の問題点を改善することを念頭に置かれている。 プラン9の9には、ユニックスバージョン8の次の番という意味もあると言われているユニックスバージョン9と10も作られているが、また、フルネームをプラン Q フロムベルラブスだとしているが、これは、エドウッドの史上最低の映画と評された SF 映画プラン Q フロムアウタースペースから来ている。また、プロジェクトのマスコットキャラクター、グレンダの名も同じく、 エドウッド作品グレントグレンダにちなむ、初期の、つまり間に合わせのウィンドウシステムは、Q に足りてない、という意味もあるが、フェデリコ・フェリーニの名が、812にかけており、ハッカー流ジョークの側面でもユニックスの光景である、ことを伺わせる。プラン Q は、ベル研究所内の主な研究用プラットフォームとして、ユニックスを代替し、システムの仕様と、 プログラミングについての本来のユニックスのモデル、特に分散マルチユーザー環境にいくつかの変更を加わることの研究対象ともなった。1980年代中頃に始まった当初、プラン Q はベル研究所内部のプロジェクトだった。プラン Q はベル研究所のコンピューティングサイエンスリサーチセンターのメンバーが開発した。 そのグループはユニックスや新言語を開発したグループと同一である。当初チームはロブ・パイクやケントンプソンらが率いコンピューティング・テクニックス・リサーチ・デパートメントのリーダーとしてデニス・リッチーが支援した。開発にはブライアン・カーニハン、ビアーネスト・ロブストルプラも貢献している。1992年大学向けに初めてリリースした。1995年 一般向けの商用 OS としてリリースした。1990年代末、ベル研究所を引き継いだ、ルーセントテクノロジーは、このプロジェクトの商業化を断念。2000年、オープンソースライセンスで非商用リリースを行った。2002年、新たにフリーソフトウェアライセンスで非商用リリースを行った。ベル研究所の研究員やマサチューセッツ効果 大学などのプラン級ユーザーコミュニティが ISO イメージの形で頻繁なマイナーリリースを継続している。その開発は未だにベル研究所がホスティングしている。開発ソースツリーは QP プロトコルか HTTP プロトコルでアクセスでき、インストールしたものを最新に保つのに使われている。OS 本体を ISO イメージとしている以外に、 アプリケーションやツールのリポジトリモベル研究所がホスティングしている。ユニックスの問題点とは、一つのコンピュータを多くの利用者が共有することを前提に作られており、多くのコンピュータを多くの利用者が共有することは考えられていないことである。その結果、利用者が特定のコンピュータを占有することになり、それらのコンピュータは雑然と管理運営されることになる。 ユニックスの当初の環境では、どの端末からコンピュータを使っても、同じ環境を再現できた。プラン9では、それをネットワーク上につながった分散処理環境上で実現する。また、ユニックスの開発がローカルなファイルシステムをどう表現するかということをテーマとして始まったのに、対して、プラン9は、ローカルであれリモートであれ、リソースというものに、 どうアクセスするかということを課題とする研究として始まった。したがって、ユニックスの設計当初になかったネットワークの利用を前提とし、端末、CPU サーバー、ファイルサーバー、認証サーバーを分けることで、セキュリティの向上を狙う。また、ファイルサーバーは、毎日のスナップショットを保存し、ユーザーレベルでのバックアップ作業をほぼ不要なものとした。当初は、 MO ジュークボックスなどの利用を考えており、ハードディスクは MO ジュークボックスのキャッシュという考え方だった。最近ではハードディスクの大容量化と低廉化が進んでいるため、MO ジュークボックスの代わりにハードディスクを使えるようになりつつある。ユニックス以前、多くのオペレーティングシステムは、それぞれのデバイスにアクセスするのに、それぞれ異なる機構を用意していた。例えば、 ディスクドライブにアクセスする API はシリアルポートでデータ送受信をするための API とは全く異なるし、プリンターにデータを送信する API とも全く異なっていた。ユニックスはそのような差異をなくそうとし、すべての入出力をファイル操作でモデル化しようとした。そのため、全デバイスドライバが制御手段として リードおよびライト操作に対応する必要に迫れた。こうすることで MV や CP などのユーティリティで実装の詳細を気にすることなくデバイスからデバイスにデータを転送することができるようになった。しかしユニックスでは多くの重要な概念、例えばプロセス状態の制御などはファイルにきれいにマッピングされなかった。ソケットや X ウィンドウシステムといった 新たな機能が追加されたとき、それらはファイルシステムの外に存在するようになった。新たなハードウェア機能、ソフトウェアが CD のイジェクトを制御するなども、アイオドルシステムコールなどのハードウェア固有制御機構を、うようになった。プラン級研究プロジェクトは、ファイル中心の見方への回帰を目標とし、それ以外の手法を排除した、その一部は、外のユニックスへ与えた影響が、 限定的であった、ベルケン版ユニックスのバージョン8、9、10から引き継がれたものである。プラン9のプログラムから見れば、ネットワークやユーザーインタフェースのリソース、ウィンドウなども含めた、あらゆるリソースが階層型ファイルシステムの一部となっており、それ以外の特別なインタフェースは使わない。プラン9は単一のマシンにインストールして、自立したシステムとして使うこともできる。しかし、 OS の個々の機能コンポーネントをそれぞれ別のハードウェアプラットフォームに配置することも切る。模範的な配置では、リオという GUI を動作させた軽量な端末をユーザーが使い、ネットワーク経由で CPU サーバに接続して、そちらで計算量の多いプロセスを実行し、さらに別のマシンに用意した永続的データストレージをファイルサーバとして使う。 最近のデスクトップコンピュータでは複数の仮想機械を動作させてこの環境を一台のマシン上に再現することができる。プラン9設計者はマイクロカーネルと似たような目標を掲げていたが実際のアーキテクチャや実現方法は異なる。プラン9の設計目標は次の項目を含む。プラン9ではファイルも画面もユーザーもコンピュータもそれぞれに 固有のパス名が対応している。それらはすべて既存のユニックスの手法で操作されるが、それに加えて任意のオブジェクトにパス名としての名前を付けることができる、ワールドワイドウェブの URI システムに似ている。ユニックスでは、例えばプリンターなどの機器は、コディセ1配下の名前で表されるが、ネットワーク経由のプリンターは、そのように表されることはなく、 直接接続しているプリンターだけである。プラン9では、プリンターはファイルとして仮想化され、ネットワーク上のあらゆるプリンターに任意のワークステーションから同じ方法でアクセスできる。また、プラン9では、実世界では同一のオブジェクトにユーザーごとに異なる名前を付けることができる。各ユーザーは、各種オブジェクトを自分の名前空間に集め、個人的環境を生成できる。 ユニックスではルジの概念として別のユーザーからコピーされることでユーザーが特権を得るというコンセプトがあるがプラン級ではそれをすべてのオブジェクトに拡張しているユーザーは容易に自分自身のクローンを生成することができそれに変更を加えそれらが作成されたリソースに影響を与えることなく削除できるユニックスではリンクやファイルシステムの マウントといった考え方で隠しリソース群からファイルシステムを構築できる。それらを利用すると元々のディレクトリは見えなくなる。例えばネットというディレクトリに新たなファイルシステムをマウントすると元々のネットディレクトリ配下の内容にはアクセスきなくなる。プラン9はユニオンディレクトリという考え方を導入した。これは異なる媒体やネットワークにまたがる。 リソース群をまとめたディレクトリであり、他のディレクトリと統化的に連結することができる。例えば、他のコンピュータのコディセにディレクトリを、手元のコンピュータの同名のディレクトリと連結し、ローカルとリモートのアプリケーションに統化的にアクセスできるようにすることができる。同様に、コディセ1に外部のデバイスやリソースをまとめると、全くコードを追加することなくネットワーク経由でデバイスを共有できる。 Linux ディストリビューションのライブ CD の多くは、この機能の限定版である、ユニオンマウントという機能を実装しているものが、増えている。コディセ4ディレクトリには動作中プロセスの一覧があり、それぞれの状態を示している。いわゆる、プロセスファイルシステム、プロクフスと呼ばれるもので、標準化はされておらず詳細は異なるが、Linux その他多くのユニックスでも採用されている。プロセスは、 名前付きのオブジェクト、インフォファイルやコントロールファイルのあるサブディレクトリとしてコディセ四配下にあり他のカーネルリソースとともに動的、i、o チャンネルもありユーザーはそれにコマンドを送ったりデータを読み取ったりできるユーザーは一部のシステムコールを使ったプログラムをコンパイルしてカーネルとやり取りする必要はなくコディセ六やコディセ七といったコマンドでプロセスを検索し 操作することができる。他のマシンのコディセ4ディレクトリは他の特殊なファイルシステムと同様ユーザーの名前空間にマウントできローカルにあるかのようにそれを使うことができる。これにより複数のマシンからなる分散コンピューティング環境ができる。ユーザーの機上にある端末、データを格納してあるファイルサーバー、高速 CPU や認証やゲートウェイなどのその他 サーグンなどがあり、それらすべてがユーザーが見慣れたディレクトリ階層を使っている。ユーザーはファイルサーバーやサーバーで動作中のアプリケーションやネットワーク上のプリンターなどを集め端末上の個人的名前空間にそれらをまとめることができる。プラン Q は多数の通信プロトコルやデバイスドライバのインターフェースとしてのシステムコールを持たない。例えばコディセキュは TCP IP 全体の API の役割を担っており、スクリプトやコマンドで操作可能で制御ファイルに書き込むことでコネクションを読み書きできる。コディセ10やコディセ11といったサブディレクトリはそれぞれのプロトコルへのインターフェースとして使うことができる。例えば NAT を実装する場合、公開 IP アドレスを持つ境界線上のマシンのコディセ9をマウントし、内部ネットワークで プラン9の Q の QP プロトコルを使い、プライベート IP アドレスの内部ネットワークから、当該マシンへと接続する。VPN を実装する場合は、インターネット上でセキュアな QP プロトコルを使い、リモートのゲートウェイのコディセ Q ディレクトリをマウントすれば、良い。コディセ Q で、ユニオンディレクトリを使う例を示す。オブジェクト指向プログラミングにおける、継承のように、リモートのコディセ15に対して、 別のローカルなディレクトリを連結、重ね合わせる。すると同じ名前の制御ファイルは、後から重ねた型で隠され、新たな制御ファイルは追加された状態になる。言ってみれば、ユニオンディレクトリは、元の2つの親を継承した、高オブジェクトのようなものである。オリジナルの機能は、部分的に変更されることがある。これを、コディセ級ファイルシステムで考えると、 コディセ11サブディレクトリを更新または隠蔽すると UDP インターフェースにローカルなフィルタープロセスを噛ませて制御または拡張できコディセ10は元のままおそらくリモートマシン上で動作させておくといったことができる名前空間はプロセス単位に設定可能なので信頼できないアプリケーションに対して制限を加えたコディセ Q ユニオンディレクトリを見せることで ネットワークアクセスを制限することができる。このような機構は異なるシステム上で異なる言語で書かれたファイルシステムやオブジェクトをおいに連結でき、プログラマからはファイルシステムの名前付けやアクセス制御やセキュリティの大部分が透過的となる。類似の機構として 4.4BSD のポートルがある。UDP は実装されていない監修であって、 本質的な違いではないが、マウントポイントがコディセ9ではなくコディセ21である、といった点が違う。プラン9は UNIX をベースとしているが、通信を中核機能としたシステムを構築できることを示すために開発された。すべてのシステムリソースには、名前があり、ファイルのようにアクセスでき、動作中の各プログラムに対応して、動的に分散システムのビューを定義できる。 この手法はユーザーやアプリケーションに提示するデータを保持するサーバ群を2ファイルの集まりのように見せることでアプリケーション設計の汎用性とモジュール性を改善する。プラン Q のネットワーク透過性サポートの鍵となる部分は QP というプロトコルである。QP プロトコルとその実装は名前付きのネットワークオブジェクト同士を結びつけ ファイルのようなシステムインターフェースとして提示する。QP は高速なバイト指向分散ファイルシステムであり、ブロック指向ではない、リモートマシン上の NFS サーバーが提示するオブジェクトだけでなく、任意のオブジェクトを仮想化できる。このプロトコルは、プロセスや、プログラムやデータと通信するのに使われ、ユーザーインターフェースとネットワークの両方を含んでいる。第4版では QP2000 に解消された。 プラン9の内部コードは UTF-8 となっている。このため多言語の問題は基本的には発生しない。また、そもそも UTF-8 自体、プラン9の研究の過程で、ケントンクソンが考案したもので、1992年に全コードが UTF-8 対応になった。なお、プラン9がサポートしているのはユニコードの基本多言語面だけである。 インストール可能な実行環境が X86 向けに用意されている。また、MIPS、DECα、Spark、PowerPC、ARM などのアーキテクチャにも移植されている。システムは ISO、ANSCC の方言の一種で書かれている。いくつかのアプリケーションはという独自の言語で、もともとは書かれていたが、後でシステムと同じ C 言語の方言で書き直されたものもある。 パズイックス対応アプリケーションを移植可能であり、ソケットは暗示、SI、パズイックスエンバイロメントエープ経由でエミュレートできる。最近ではプラン9上で Linux 用バイナリを実行できる LinuxSum というアプリケーションも開発中である。IBM のスーパーコンピュータブルジーンにも移植されている。プラン9はユニックスの中核的概念、すなわちすべてのシステムインターフェースを ファイル群で表現するということが現代的分散システムとして実装でき、機能することを示した。プラン Q の一部機能、例えば UTF-8 は他のオペレーティングシステムにも実装された。Linux などの UNIX 系オペレーティングシステムは Q、P、プラン Q のファイルシステムやシステムコール体系も部分的に実装した。また、プラン Q のアプリケーションやツールを集めた。 プラン Q フロムユーザースペースはユニックス系システムに移植され、ある程度の人気を得ている。クレンディックスは Linux カーネルの周囲の GNU のシステムプログラムをプラン Q 内のプログラムで置き換えようとするプロジェクト、あるいは逆にプラン Q のカーネルを Linux に置き換えるプロジェクトである。しかしプラン Q はユニックスほどの人気を得ることはなく、 研究用ツールという位置づけに終始した。プラン Q に対しては、オペレーティングシステム研究での興味深い論文を生成するためのデバイスして、主に機能しているという批判もある。エリック・レイモンドは、著書ザ・アート・オブ・ユニックス・プログラミングで、プラン Q が広まらない背景について、次のように考察している。プラン Q の支持者や開発者は、採用を妨げていた問題はすでに解決され、 当初の目標としていた分散システム、開発環境、研究用プラットフォームには十分な完成度であり、今後徐々に広まっていくだろうと主張している。インフェルノは仮想機械上で動作するため、混在グリッド環境の一部として、プラン Q の技術をもたらす、原動力になるとしている。GNU プロジェクトは、プラン Q のライセンスを、フリーソフトウェアライセンスだとは認めていなかったが、 2003年6月に、そのライセンスに変更が加えられ、GPL とは整合性を持たないながらも、フリーソフトウェアと認められるようになった。OSI もオープンソースライセンスと認めており、d e b i a n フリーソフトウェアガイドラインには合格している。全、ソースコードがそのライセンスで、フリーで入手可能である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。